ディの電動モビリティをスリリングに具現化したビジョングランツーリスモ、アウディ e-tron ビジョングランツーリスモ。駆動形式 4WD、 最高出力 815PS、 全長 4704mm、 全幅 2126mm、 全高 1107mm、 車両重量 1450kg。 吸気形式電気自動車。アウディは未来の完全電気駆動のレースカーを通じて電動モビリティをスリリングな体験へと変革した。アウディビジョングランツーリスモはもともとビジョングランツーリスモのためにアウディデザインが手掛けた車だった。しかしアウディはこのプロジェクトをもう一歩前に進め、アウディ自身による一台限りのプロトタイプマシン開発へと目標を高めることにした。その車両は EV レースシリーズであるフォーミュラ E においてレースタクシーとして使われることになる。つまりこの車はビジョングランツーリスモシリーズのバーチャルなコンセプトカーの中で初めてリアルサーキットを走るために生まれた車なのだ。アウディビジョングランツーリスモはアウディスポーツが生み出したレースカーアウディ90イムサ GTO のスタイリングを意図的に採用している。この車は1989年ハンス・ヨアヒム・スタックやワルター・ロール、ハーレー・ヘイウッド、スコット・グッドイヤーらのドライブで北米のイムサ GTO レースシリーズに参戦しファンを大いに沸かせた。極めて軽い車体と 4WD のクワトロシステム、パワフルなポキポーターボエンジンは時代を先取りするものだった。アウディ e-tron ビジョングランツーリスモもまた時代をはるかに先取りし、アウディの電動モビリティのスポーティーさやダイナミズムを広める大使役を果たすだろう。グランツーリスモでアウディのファンが体験できるアウディ e-tron ビジョングランツーリスモは3機の 200kW 272PS モーターを搭載している。そのうち2機はリアアクスルを、1機はフロントを駆動する。前後重量配分はほぼ50:50。システムの総合パワーは 600kW 815PS に達し、1450kg の車重と相まって1馬力あたり 1.78kg というパワーウェイトレジオを達成している。アウディ e-tron ビジョングランツーリスモは完全電動のフルタイム 4WD であり、自在な可変トルク配分を実現している。またアウディが参戦しているフォーミュラ E のレースマシン同様、全身に使われるギアは1つのみである